はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英単語の第26弾やっていきます。で、今回この10個のね、単語やっていきますので、この状態でテストしたい方は、ぜひ動画止めてやってください。ちょっとカミカミで申し訳ない。じゃあ早速1番からやっていきましょう。で、最初はですね、これボックスっていうと、まあイメージつきやすいかなと思います。ボックス。まあ日本語で言うと箱ですよね。だから意味は箱になるんですけど、発音がちょっと気をつけてほしくって、これ BO なんですけど、バになります。バ。この O がね、あの発音になることって結構多いんですけど、バックスと言います。バックス。いいかな？で、2番がフィンガーです。フィンガー。で、フィンガーは、意味が指です。フィンガーで指。で、次はちょっとね、大事な単語ですね。everyone。everyone です。で、まず意味が、みんなです。で、みんな。で、みんなっていうと、当然いっぱいいるイメージになるじゃないですか。なるんですけど、このエブリワンですね。いっぱいいるのに単数扱いなんです。つまり一人として扱います。この単語自体はね。何を気をつけるかっていうと、エブリワン、これを主語にした、ね、文を作るときとかに、動詞。もちろん現在形に限りますけど、三単元の S がくっつきます。単数なので。もちろん現在じゃなきゃくっつかないけど。だからそこ結構狙われるので、everyone、みんなって意味なんだけど、単数扱いなんだよね。っていうのを覚えておいてください。で、あとまあ似た仲間に、everybody ですね。everybody。で、これもほぼ同じ意味と覚えてください。まあ、厳密に分けると違ってくるんですけど、everybody。これも単数で使います。で、次が person です。person。で、person は、これで人。で、5番が vegetable っていうとイメージつきやすいよね。vegetable です。まあ、vegetable なんですけど、が野菜ですね。ベジタブルで野菜。で、これは別に、わざわざ、ね、取り入れることはないんですけど、ちょっと自分が思ってることで、ベジタブル、まあ、多少長いじゃないですか。単語としては9文字かな ?9 スペルでね、あるんですけど、ここ、タブルの部分、これ、英語のテーブルと同じ綴りになってます。だから、例えばテーブルっていうのはくっつくんだよね。で、その前に、ベゲですね。VEGE がくっついて、ベゲテーブルって書くと野菜だったなとかっていう覚え方があります。これは好みが出るんでね、絶対取り入れてってわけではないんですけど、例えば、エブリは、これも多少長いですけど、エブリっていう単語ありますよね。それと、ワン、1ですね。この2つの単語がくっついたものだよな、みたいな。で、パースをね、ここに SON、3でこれ息子ってやつとね、同じ綴りになってるんですけど、まあそう覚える人はなかなかいないと思うんですが、ただこういう感じで、例えばテーブルが入ってるって覚えとけば、もうテーブルの部分はいいじゃん。テーブルさえ覚えておけばね。ただそれに VEG がくっついてるんだよな、みたいな。パズルじゃないんですけど、そういう覚え方っていうのは結構英語だと有効になったりするので、まあそういうのもあるんだな、というのをね、ちょっとね、頭の片隅にでも置いといてください。で、次が6番、ブレイブです。ブレイブ。で、ブレイブは、勇敢なですね。勇敢な。で、次はケアです。ケア。で、ケアは、主に、こっちの意味をまず覚えてください。世話です。で、あともう一個、あと注意とかね。っていう意味も覚えておいてもらえたらありがたい。で、ケアはね、いくつか有名な熟語があるんですけど、今回ね、やっぱり一番出てくる。これはね、絶対覚えておきましょう。ケアを使った熟語。take care of ホニャララです。take care of ホニャララ。これで、ホニャララの世話をするって意味になります。ホニャララの世話をするですね。で、まあ他のも気になった方はぜひケアで検索してみてください。で、次がクレインです。クレイン。で、これは、カタカナでいいかな。飛ぶ、鶴ですね。鶴。ごめんね。鶴です。
で、9番発音気をつけましょう。これ、パインっていう書き方をするんですが、読み方はペインです。ペイン。で、ペインで、意味が痛みです。ペインで痛み。で、最後ですね。これまずキャラクターっていうと、すごくイメージつきやすいかな。日本語でキャラクターっていうのもね、あの人のキャラが強いとかさ、言い方しますけど、で、キャラクター、これ意味は性格です。で、今回性格だけ書いておくんですが、あと特徴とかって意味もありますので、まあぜひ、性格とか特徴だね。で、気をつけなきゃいけないのが、これアクセントなんです、この単語。で、どこにあるかっていうと、最初です。キャに行きます。キャラクターっていう発音になる。あとアクセントになる。で、キャラクターっていう言い方をするので、日本語だと。そうするとこっちにね、後ろにアクセントがついてるイメージがつきやすいんですけど、最初、キャラクターとなるので、これぜひ覚えておいてください。で、最後に、これは余談なんですけど、これね、英語って、CH の組み合わせで出てくることよくあります。いろんな単語でね。で、CH って、くっついて出てきたときに、主にこういう発音をするっていうか3つあるんですよ。で、今回、これ、キャラクターは、クなんです。この CH。ク。だから、クに A がくっついて、クワ、クワ。だから、キャになってる感じ。キャラクターっていう感じになってます。発音としては。で、次が、チです。個人的にはね、CH って言われると、チが一番出てくるイメージ。わかんないよ。なんだ、統計は取ってないですけど。例えば、まあ、前回の動画だったら、チルド、あ、チャイルドだね。あれとかもそうですし、あと、ティーチか。教えるっていうチーチ。ごめん。ごめんよ。ティーチ。これも、うん。t に ch が、もろにね、チがくっついて、ティーチとなります。で、あとはですね、まあ、すって言い方でいいのかな。まあ、死かな、正しくは。死のがいいか。これもあって、あとね、マシーンとか、機械の。ここでいいか。ごめんね、ごちゃごちゃしてて。マシーンは、綴りはこうか。これは、まに、ここがしっていう、まあ、愛がくっついてますけどね。しっていう発音が出てきたりします。これもよく出てくる。まあ、泥棒のシーフとかもそうかな、確かね。まあ、シーの。で、これは、まあ、英語でね、今まで発音いっぱいやってきましたけど、CH っていう組み合わせで、例えば、くとか、ち、まあ、もしくはしだね。この辺覚えてってもらえたら、初めて見る単語を読むときも、あ、CH だからこれのどれかなのかな、みたいな、いう発音のイメージもつきやすいですし、まあ発音も覚えやすくなるかもしれないので、まあ頭の片隅でもぜひね置いといてください。では、今回はきっかけ英単語第26弾お送りしました。今回もね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。で、また次回ですね、消すとこ間違えたくないね。ちょっと待ってね。次回また10個ね、やっていきます。よいしょ。ので、もしよかったらね、そちらの方もご視聴ください。ちょっと消すのが多かった。ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。少々お待ちを。よいしょ、OK。はい、では、今回はね、これで終わります。以上です。ありがとうございました。